我々生徒会執行部は文化祭運営を任されます。責任ある仕事ですので自覚を持って臨んでください。斉藤さん、文化祭は2週間後だ。大変だけど一緒に頑張ろう。ありがとう。嬉しいよ。ごめんね。行かなきゃ。まあ、中等部の子じゃ、邪険に扱うわけにもね。じゃ、また。やあ。やあ、楽しんでる？はあ、そう見える？午前中は非番なんだ。だから普通に文化祭を楽しんでるだけなんだけど、僕が顔を出すたびにみんな険しい顔をするんだ。何も言ってないのに、何もやってないですって言われてもな。ななこちゃん。仕事中。なんかさ、困ったことない？じゃあさ、迷子になってたりしない？案内係、困った人の手伝いすんだ。まあね、会長に頼まれて断れなくて、いろいろ。え？ああ、そっか。そんじゃあ、お、いた。ねえねえ、あんた、なんか困ってない？あ、え、俺ですか？いや、別に。冷たいこと言うなって、よく考えてみ。なんか困ってんだろ？そんなこと言われても。お疲れ様。少しは落ち着いた？みんな疲れてるみたいだし、お茶を用意してもらえるかな？ありがとう。あ、お茶菓子？やっぱり君は気が利くな。手際もいいし、助かるよ。君もご苦労様。今日は問題もなく終えられてよかったね。今度反省会があるけど、この調子ならそんなに反省点もなさそうかな。